フォーチュナーはトヨタ自動車が製造、販売している大型普通自動車である。三列シート7人乗りの SUV でフロントマスク以外は同社の初代ハリアーに似たデザインである。ハリアーは FF 乗用車のカムリをベースとしているのに対し、フォーチュナーはラダーフレーム構造のピックアップトラックであるハイラックス B5、ハイラックス,ス IMV とプラットフォームを共有している。 2008年8月に最初のフェイスリフトが行われた。2011年7月、2度目のフェイスリフトを受けたフォーチュナー型で発表された。エンジンは地域によって異なるが、2TRFE 型直列4気筒 2700cc ガソリン、1グレーン FE 型 V 型6気筒 4000cc ガソリン、2KDFTV 型直列4気筒2500。 CC コモンレールターボディーゼル 1KDFTV 型直列4気筒 3000CC コモンレールターボディーゼルを搭載2代目フォーチュナーは2015年7月にオーストラリアとタイで発表された同時期に発表されたハイラックス同様にキーンルックデザインを採用しカローラにも使われた細めのヘッドライトを取り入れているインテリアもハイラックスとは違うデザインとなるが シャシーやエンジンは共通の2.4リットルと2.8リットルの2種類のディーゼルエンジンおよび2.7リットルと4.0リットルのデュアル VVT アイガソリンエンジンのラインナップとなる。インドネシアには翌2016年1月に発売。フォーチュナーは英語で運命という意味のフォーチュンからの造語。販売名は地域で異なるが一例として 東南アジアや南アフリカ、ロシア、パナマ、エクアドルでは、フォーチュナーという社名で、ブラジル、アルゼンチンでは、ハイラックス SW4 という社名で販売されている。ありがとうございます。